昨日夜警察庁によりますと昨日夜7時過ぎから2時間ほど警察庁のホームページが閲覧できない状態になりました外部から大量にアクセスするサイバー攻撃の可能性が高く短文投稿サイトツイッター上には国際的ハッカー集団 アノニマスを名乗る人物が書き込んだ犯行声明が確認されました。今月に入ってから成田空港や羽田空港、厚生労働省のホームページも一時閲覧できない状態になりました。いずれもアノニマスの犯行とみられます。